アレクサンデル4世は、ローマ教皇。リナルド・ディ・エンネとして、アラーニ近郊のイエンネに生まれた。インノケンティウス3世やグレゴリウス9世と同様、母方の実家が生人の伯爵家だった。おじのグレゴリウス9世により1227年に、女債1229年に、カメルレンゴ1231年に死教に助せられ、1244年には、 主席数奇境となった。1254年にインノケンティウス4世が亡くなると、1254年12月12日にナポリでローマ教皇に選出された。アレクサンデル4世はインノケンティウス4世を引き継いで、最後の法圓主タウヘン朝の王であるコンラディーノの後見人となった。当時のローマは教皇派と皇帝派に分裂しており、アレクサンデル4世は、 ビテルボに隠居した後、1261年に死去した。ビテルボ大聖堂に埋葬されたが、16世紀に行われた修復で、墓は壊されてしまった。彼は教皇であった間に、フランスでの異端神門や、卓発修道会、1259年のタタールに、対する十字軍の派遣などを通じて、聖教会とカトリック教会の融合を図った。 1261年4月12日、死去の直前には、イングランド王ヘンリー3世に対して大直章を発し、オックスフォード条項の破棄を認め、これが後に、第二次バロン戦争の契機となった。ありがとうございます。